三浦純の火星ホーク。はい、こんにちは、三浦純です。はい、どうもこんにちは、森田忠です。なんと今回で34回目を迎えました三浦純の風邪ホーク。この番組ですね、三浦純が高校時代から制作しました400曲近くの楽曲を全作品解説入りで放送しようという壮大な番組でございます。はい、はい、まあもうそろそろ、はい、アルバムもなくなるという言いつつも、ね、どんどん出てきますね。まだどんどん奥私でどんどん出てきますんでもう付き合っていただくしかない、ね、ということになってます。はい、はい、ということでね、はい、もうこの番組はですね、もう最初からですね、この番組に使っていただいているゲストの方、そうですね、その方も多分1歳ぐらい取ったんですよね、年をね取ったかもしれないですね。取ったんですよね、火星北のためにね、はい、このバニルに全員、はい、そうです、取ってますからね。ちょっと悩みでございますけど、はい、ゲストの方をお呼びしちゃっています。ゲスト山田五郎さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、ね、ついに今回はね、はい、タイトルもアルバムタイトルも平成元年ってことになりました。平成元年って言ったら割と最近だよ、はい、ですね、なんか身近なでね、俺ね、そう思ったんだ、うん、俺この音源も、うん、それは童貞期の昔の高校2年の音源からしたら、うん、すっごい新しいなと思ったけど、うん、十何年経ってない、これよく考えたら。そうだね、経ってますよね。そうですね、十何年経ってます。いや、もう15年ぐらい、15年ぐらい経ってるね。経ってますよね、うん、普通若い人からしても15年と、うん、俺らの15年ちょっと違うんだよね。違うよね、ついぞな感じでしょ、僕、うん、らからそうだよね。だってエアロスミスはまだ新人だと思ってるでしょ、うん、思ってるよ。俺もまだなんだかミック・ジャガーの感じパクリやがってぐらい思ってるでしょ思ってるよ。もう今やエアロスミス重鎮って呼ばれてるらしい、ね、なんかそうらしいね、駆け出しのバンドが、うん、今度トディ・エアロスミスらしいね、あの横浜でやるやつ ね、 ミック・ジャガーでしょそういうことってね、まあそういう自分と時間の流れがちょっとね、世の中と違ってきてるんですけども、うん、はい、これは1989年に、はい、だから30とか31になって、もう大人や、もう大人ですね、ね、もう大人ではないしな、まだまだ向けてない。何を言ってるんですか。いやいや、これは全然大人じゃなかったんですよね今大人なんですか。今これよりはだいぶ大人ですよ。はい、もう人を奢ったりできるもん。この頃は奢ってないもん、人に。ああ、そうか。奢ってもらってた口だからまだ。はい、なるほどね、違うと思いますよ。はい。ということでね、今回三浦純の平成元年、うん、89年リリースをお送りするわけですけど、はい、その前お知らせといいますか、前々から取りました。うん、三浦純のですね、うん、この火星フォークが、うん、なんと、うん、DVD に、やった、これはビッグなお知らせだね。なりましたですね、はい、タイトルがですね、三浦純 DTF 童貞編。なるほど、なるほど。じゃあこれ童貞期の曲ばっかり入ってるの。そうですね、なんとですね、 DVD1 枚に、うん、1374分収録。それは時間で言うと何時間、2時間20、22時間54分と。22時間54分、はい、24みたいな。24分、そうですね、24は2時間ぐらいで1枚1枚だったでしょ。ですね、何枚もありますから、ね、はいはい、これ1枚1枚ですからね。ギネスですね、これはね、ギネスだよね。入ってます、こんな長く入ってる。これ1枚なの。1枚、ね、1枚なんでね、だから1曲あたり31円というお値段。どういう定価が分かんないのにもう計算してるって感じ。定価がすいません、6090円と高い、高い、高いんですけども、こんだけ入ってますから。そうですよね、そうだね。改めて31円ですから、1曲ね、はい、ザクマンバチから何から全部31円ですけども。そうだね短い曲だって語りの曲だって、うん、全部31円、はい、統一ですか、これは。統一です、はい、あの曲が高いとか、あの曲は安いとかない、ね、ないわけだ、はい、この番組のね、うん、今、見ていただいているもの、失恋の歌も31円だ、入ってますね。プログレと言われてた25分ぐらいある自然組曲ね、はい、あれも31円、茶の間でこれがね楽しめるという恐ろしいことになってますね。やりました、ね、これプレステとかでも見れるわけだね、もうね、見れますね、はい、ちびっこでも見れるわけだ。で、まあ、私はこれネットで全部聞いてるからいいやとか思ってるあなたいると思うんですけども、うん、なんかボーナストラックついてるんじゃないですか。 あるんですよ、はい、180分ボーナストラックがそんなあんの3時間じゃんボーナストラックで。いやね、もうこれね、すごいのは、あのテープがですね、うん、もう聞けなかったテープがあったんですよ、はい、くっついちゃって、はい、それをなんと最新技術で、あ、復元しました。やった。それは、うん、僕は賢いファーストアルバムの前のカセットだったんですよ、原点って書いてあったやつが、はい、もうここ10年以来もう、うん、テープとテープがひっついちゃって、うん、もう聞けなかったやつを、うん、最新技術によって、うん、復元されたっていうことですよね。すごいね、キングクリムゾンみたいなことになってる、ね、そうです、すごいことになってます。あ、これもちゃんと我々のトークも入りまして、うん、バッチリ入っておりますんで、うん、そのためにこの間呼ばれてたんだもんね、うん、なるほど、何のために呼ばれてるのかよく分かんない。あれはそれだったんだ、ボーナストラックだったんだ、ボーナストラック。さらにですね、スペシャル、CG アニメが入ってたりとかですね。すごいね、皆さん、撮り下ろし画像など、あら、そう、大特典
五大特典。五大特典。すごいね。ぜひお買い求めいただきたい。これ1万あれば大丈夫だもんね。大丈夫です。何が大丈夫か分かんないけど。もう問題ないでしょ。うん、これ、バップさんからですね、6090円と。いや、もう安いじゃないですか。5月26日発売ですね。うん、なんと同時に。うん、まだまだあるの。こうなってですね、12月の27日昨年ですね、うん、行われました、うん、埼玉市文化センターで。あ、やりました。あ、やったやった。青春ノイローゼでしょ。あ、やりました。ございましたね。はいはい、青春ノイローゼでしょ。やった。はい、やりました。こちらもなんと、うん、ライブ版が DVD として。あら。同時リリースでございます。はあ。恐ろしいですね。一瞬その黄色見たらケンタッキーフライドムービーの DVD から一瞬思いますよ。一瞬思いますけど。日本語、ね、字幕監修三浦淳となっていますので、ね。これ青春ノイローゼでしょとタイトルでですね。うんうん、これなんとね、あの2000枚のチケットがもう本当にあっという間にね、うん、売り切れてしまいまして、この火星報告を聞いてる皆さんにね、うん、ぜひ来ていただきたかったんですけども、うん、見れなかった方もたくさんいらっしゃると思います、ね。だって告知してねえんだもん、この番組で。この告知、この番組の告知間に合わなかったですね。すいませんでした、本当に、はい。これでちょっと楽しんでいただければ。これもまたボーナス特典ついてます。これついてますよ、はい。これびっくりしますからね。これはもう、見てのお楽しみかな。お楽しみですね、はい。もうスペシャルな映像が、ね。これもついてんの。ライブ行ってね、ああ、もうお腹いっぱい。うん、思い出にしときたいって方もですね、うん、ぜひそれ見ていただいて、はい、見といた方がいいね、それね、はい、はい、で言っとくけどこの DTF の童貞編は後に非童貞編のもう一本ですよね、うん、ね、そうです ね出ますからね、はい、童貞編は、最初から童貞期まで、うん、この番組聞いてる方は分かると思いますけども、ね、はい、童貞期までを収めまして、うん、全2巻になってまして、出ますので、なるほど、この青いやつが DTF 童貞編ね、うん、はい、黄色いやつが青春の色でしょうで、ね、ライブだよね、はい、ね、はい、なるほど、なるほど、分かる、ぜひ両方お買い求めいただきたいと思ってる次第でございます、うん、はい、はい、あと6月9日じゃない、5日6日急に物を売る時って丁寧な言葉になるのはなんでだろう、ね、なんでしょうね、買っていただきたいからね、そうですよね、はい、6月5日6日には、うん、なんと東京ドームで聞いてるよ、なんかえらいことになるらしいやんか、はい、東京ドームありますよ、もう、うん、一応郷土ラブっていうのがテーマ、うん、かつての郷土愛は自分の生まれた土地とかだけをオンリーで愛していく、うん、あのセンスだったのにもかかわらず、うん、全県を愛していこうということで、うん、全県の、それ郷土愛じゃないじゃん、それ愛国じゃん、うん、だから、うん、郷土愛じゃない、郷土ラブって呼ぶことになったんです、ね、新しい、はい、うん、なるほどね、なんですけども、うん、47都道府県の、うん、ブースが、うん、東京ドームにいっぱい町としてタウンとして出ますん で、うん、でそこで、試食ディナーショー、これはもう、あ、各都道府県の名産物を、はいはいはい、それあの今まではちょろっとしか気兼ねして食べたものを、うん、お腹いっぱい食べられるっていうのもありますし、そうこれは豪華だね、はい、日本中のね、はい、珍味でお腹がいっぱい、珍味で3階の珍味でお腹がいっぱい、あと東京ドームですから、うん、あのダイヤモンドのとこ、うん、はい、野球やるとこ、あそこで、あ、そういう、よく緩いタレントが始球式やってんななんて、やってんね、イエローキャブのタレントとかやってるでしょ、うん、自分もできる始球式コーナーも設けております、それ豪華だね、はい、ほんでゆるキャラの鬼怒川の川ちゃんと絹ちゃんっていうのが、うん、バッターに立って振ってくれますから、うん、そうもうこれだけでも行きたいでしょ、うん、東京ドームのマウンドに立てるってことだね、立てるってことですね、立てるってことです、はい、はい、まず後に夜はちょっとイベントも僕やらせてもらいましたツ、ね、うん、ーデーズやらせてもらう、まあ、ちょっと今言えない、もうすごい面白い、朝、ね、シークレット、はい、イベントですから、ゲストなんてもう満載でございます、これ両日ぜひ来ていただきたい、ぜひ来ていただきたいと思います、うん、6月の5日6日の日でございます、ね、東京ドームで君と握手、はい、そうですね、なるほど、握手ということで、ね、はい、ゆるキャラ100体ぐらい聞きますんで、もう相当なことになる大変ですけどね、はい、ということでそちらも楽しみにしていきたいと思います、はい、さあ、じゃあということで、アルバムの方いきたいと思います、はい、改めまして三浦淳平成元年89年リリースでございます、はい、じゃあ1曲目から参りたいと思いますね、はい、働く男、うん、これも大島渚で、ね、そうなんですよ、そうだよね、CD 出して、うん、大島渚っていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、2枚目アイディア&ティティっていうアルバムに入れた曲なんですよ、はいはい、働く男、うん、でもその前から、うん、作ってた曲で、はい、これ玉手くんっていう地で撮ったんだと思うんですけども、うん、はい、僕一応これ説明しておきますけど、うん、初めて海外旅行行ったんですよ僕、うん、もう生まれて初めて僕いくつでしたっけ27とか8とかだったと思います、どちら行ったんですか、はい、どちらタイに行きました、はい、タイに、はい、なんでまた渡辺和弘さんって言ってガルの鍋さんが、はい、行かないかって誘われて行ったんですが、うんうんうん、でそこでタイのね、うん、物売りいっぱいいるでしょ、うん、物売りに来る人、うん、はいはい、ガム売りに来た人がいて、はい、そのガム売りに来た人は、はい、足がないんですよ、はい、うん、足のところにタイヤかましてるんですよ、なんかタイヤですか、うん、タイヤがついてる丸いやつ、はい、ないとこ行くって、
タイヤがついてるんですよ、うん、でそれでずっと走りながらガムに食いもんで、普通の人よりも売れてんですよ、そのガムが面白いから、うん、普通に売ってるガムは全然売れてないのに、その人は飛ぶようにガムが売れてる光景を見まして、働いてんなと思って作った曲なんで。なるほどね、はい、ユニコより早いんですよね。あ、全然早いです、ね、働く男としてはね。で、ある働く男っていう NHK の、みんなの歌パクってあります、これ。ポッキンキー、はい、パクリです。あ、ポッキンキーです。ポッキンキーですね。そうです、そうです。はい、なるほど。始めますか。はい、うん、パクってあります。パクってある、そうですね。はい。ということで、聞いていきたいと思います。三浦純で、働く男。パパは片足だけの男。タイヤを競う代わりにガムを売る。平成元年より働く男でした。はいはい、はい、そうですね、うん、はい、でもさっきの話聞かなかったら何の歌かさっぱりわからない。知らなかったですね。そうですね、うんうんうん、まあ別にコメントないんですよ、うん、これは何ですか、イカ天に出る前に作ってたんですか。そうです、イカ天に出る前に作ってて、うん、友達の部屋で玉手くんとこの家で、はい、その時玉手くんの家は玉手くんっていう人がいて、はい、僕の大学時代の友達なんですけど、玉手くんの家よ、たまり場になってまして、うん、でキーボードとなんか録音室結構あったんですよ、うん、でそこにたまってたんが俺とか、うん、ヤマハのポップコーン関係の人間とか、はい、あと岡村康幸、あれもよく来て、うん、でよくポーカーで、うん、暇だからポーカーかけ、1億円でポーカーかけようっつって、うん、俺は今いまだに岡村に15億円の貸しがあるぐらいな感じで、まあ割とたまり場だったんですよ、うん、で30過ぎてそんなことやってるわけだ。相変わらず貝原君の家のようなことやってるわけだね、うん、でそこでまあで後に、まあ、玉手くんっていうのも入れて、そのキーボード入れて、うん、大島渚っていうのを結成後にしたんですけども、うん、その前の、まあ、大学これ卒業してますからとっくに当たり前でしょ、もう31かなんかでしょ、卒業してるんだけども、いまだにやっぱりこう曲を作るってことに諦めが、うん、踏ん切りがつかなくて、うん、もう諦めはいいのに、うん、やっぱり何かこう楽器があると作ってるんですよ、うんうん、でまあ後にその「イカ天」っていう番組が始まった時に、うん、あ
ついに俺の時代が来たと、はあ、ついにオリジナルでモテてるやつがいるっていうことで、うん、あのこういう曲を引っ提げて出るということになったんですね。なるほどね、はいはい、だからまあ、僕は賢いから1枚目から始めましたけども、うん、やっとオリジナルでモテる時代が来たんですよ。風が吹いてきた感じがしてるわけだ。風が吹いてきたんですよ自分の方にね。うん、そういう時期でしたねこれはね。なるほどね、はい、見てたのがもう30過ぎてましたけどね、はい、はい、じゃあ2曲目いきたいと思います、はい、カリフォルニアの青いバカ、うん、これはまさにその大島渚の、はい、その曲にしたんですけども、もともと久本雅美の膣外爆裂ライブっていうのがありまして、行きました新宿ロフトで、ね、そう新宿ロフトで、はいはい、久本が初めてライブをやるってことで、うんうん、あ今のように好感度ナンバーワンでは全くないってことで、はい、好感度がもうゼロの頃に初めてライブやるって言ったから曲書いてくれっつって、うん、作ったんですよ、うん、でそれがカリフォルニアの青いバカっていう曲だったんだけども、うん、ロフトで結局1番までは歌ったんだけど2番から歌詞忘れちゃって、はい、全然ズタズタのライブになったんで、うん、まあせっかくだからっつってこの曲を、うん、イカ天に、うん、あの出場曲にしたっていう感じ。1曲目です最初にこれで、はい、最初だったね、はい、1枚目これ出ました、うん、はい、だから久本にこういう曲だって言って渡したテープなんですよこれ。なるほど、はいはいはい、これを聞いてお父さんとかもギターを練習やったんです。そうそう、お父ちゃんとかが、ね、そうなるほど、はい、じゃあ聞いてみたいと思います。はい、はい、三浦純でカリフォルニアの青いバカ。かなりバージョン違いますね。すごいバージョンなんですよ、うん、50セカンドみたいな。アッコちゃんだ。なんか霊感山感第六感みたいな。平成元年よりカリフォルニアの青いバカでした、うん、なるほど、元はこういう感じだったんだ。全然違うね。全然違うね。出だしはこういうあの玉手くんが打ち込んだやつに、はい、霊感山間大六感みたいな音楽に合わせて歌って山下武雄的な歌ったんですけどね、はい、どんどんこれが変わっていったっていうことなんですか。なるほどね、はい、詞はほぼ同じだったんですけどね、うん、曲調がまあもっとロックンロールみたいになったんですけどね。そうですね、はい、うん、まああのイカ天という番組に、はいはい、あのそれまで僕27ぐらいの時まで、うん、イーストウエストっていうヤマハのね、はい、あの音楽のコンテストの審査やってまして、うんうん、頼まれて、はい、中野サンプラザで審査するんですよ、うんうん、で俺そこでまあ、もうテクノカットでしたからそれもあの世の中ごまかして新人類期の頭してそこで
審査するんですよ、はい、僕10点得点持ってるんですけどね、何番とか出てくるんですけど、そこにザ・ニュースって女の子が出てきて、でそれ結成して1週間後ぐらいだったらしいんですけど、もうすごいかっこよくて、びっくりして、もうそいつを通そうと思って10点そのまま上げて、後の人全部0点したら上の人から怒られて、大人でしょって言われて、いやいや大人じゃないですよって言ったんだけど、でまあ俺の10点のために優勝したんですよ、そのニュースが、で最後あのトロフィーを渡すということで、僕が渡しに行こうとしたら、もういないんですよ、もう帰っちゃって、バイト行ったかなんかで、ふざけてんなと思って、かっこいいなと思ったんですよ。でその後にそれ調べたら、エクスプロージョンっていう神楽坂のライブハウスによく出てるって書いてあったん で調べてよくこっそり見に行ってたんですよ。マッチトーキングが始まった、始まったね、追っかけ始まった、女の子3人バンドで、割と足もものすごく出してる、割と過激なファッションの、ジーンズ切ったみたいな、ジーンズ切ったみたいな、いろんな割と好きなタイプの女の子がいるバンドだったんですよ。いやいや半決めで、半決めで3人グループで、で俺よく神楽坂でこっそり見に行って、でいつか友達になりたいなと思ったんだけど、何かの機会で一回あの喋る機会があって、言ったら、あの皆さんって審査員やってる人ですよねって言われた時にすごいショックを覚えて、自分もフォークとかロック好きでやってきたのに、やっぱりこんなテクノカットしてこんなことになってるから、やっぱバンドやってる人からしたら単なる評論家として見てんだなと思って、体制側の人間ね、すごいショック受けたんですよ。でその辺までもうテクノキはほとんど曲作ってなかったですよ、作ってなかったんだけど、もうすごい悔しかったから、曲を頑張って作るようになって、またニュースのそのために作ったんですよ、で作るようになって、でイカ天にカセットを応募して、で出るようになって、あの出てくださいって言われたから練習しなきゃなんだけど、渋谷で練習スタジオ初めて撮って、みんなで練習してた帰りにばったりニュースと会ったんですよ、俺ギター下げてて、皆さん何してんのって言うから、いやーとかっつって、まだ出てないから、そこで一発勝負だったから、ほんでいやいやちょっと遊びでみたいなことを適当に言って、で当日イカ天の放送があったら、電話かかってきて、すごくかっこよかったって、評論家じゃないの分かったって言われて、すげえ嬉しくて、後にニュースとバンド組んだりするっていうことになったんですけど、そんな長い歴史があったんだ、ニュースと三浦さんには。イカ天で知り合ったのとばっかり、違うんですよ、違うんだよ、前ですよ、こっちがファン、そんなストーキング時代を経ての、時代を経てなんですよ。でもその現役で、まあそんなあのプロとかアマとかでもないけども、現役でやってるバンド姉ちゃん3人に認めてもらいたいっていうのがすごくあったんですよね、そこがまたすごいよね、向こうはもう10ぐらい年が違う、まあ言葉だけど小娘ですよ、そう相手に向きになってる30過ぎのテクノカットのおっさんはかっこいいね、ほんでだんだんテクノカットがなんか気がついたらどんどん伸びてきて、ほんでまた元に戻ったんですよ、だいぶ、もう自然体になって、新人類も流行らんようになってきたし、まあその頃ね、もうね流行らんようになってきましたけど、でもまあすごく結局やっぱり認めてほしいっていうことで、また曲作りを復活したんですよ。なるほどね、そんなことがあったんだ。あったんですよ。それはとても自分にしては嬉しかったんですけどね、認めてくれたっていうのはね。そこまでさせたニュースもすごいですね、かっこいいですね。で、俺なんかそのニュースのギターの青木っていうのに何回か電話してたらしい、僕すっかり忘れてたけど俺引っ掛けようと思ってたのかもしれないんだでしょう、それは手紙も出したでしょ。手紙は出してないと思うんだ。でもそうニュースの青木カセット送ってない、ギター弾いてた子には何回か電話して、2回ぐらい会ってんだ、なんか外で、ほんでキョンキョンのラジオ番組に僕なんか呼ばれたんで、でキョンキョン好きだっつって意味もなく青木まで連れて行ったりしてる俺がいたらしいんだ。僕忘れてたんだけど、すっかりね。出だしはほらバンドを認め、俺の音楽はって言ってたんだけど、皆さんそういえば私に2回ぐらい電話かけてきたよねっていうこと。で内山っていうドラム叩いてる子に俺のベストアルバムを作って、やっぱり送ってんだよね。やっぱり送ってんじゃん。送ってる。なんだか送ってんだ。でさ、なんかさ、今までさいい話のように聞いてたけど、それは江戸審査員じゃん。いや違うんだね。わしが10点入れたったからお前ら優勝したんやみたいなこと。でしょ。いやその内山は本当に俺の曲を、三浦さんの曲はいいって言ってくれたんですよ。越郎以来ですよ、そんなの。越郎以来。しかも女子ですよ。しかもね。しかも女子です。短パン履いた女子に言ってくれたんだ。可愛い子に言われたんですよ。こんなことは僕なかったですから。ほんでもうベスト版2回、2巻。
トモコの精査っていうのを2巻作りましたよ、うんうん、後に聞かされますよ、もうすぐしたそうなんだ、うん、あそっかそっか、あるんですよ、あだからそれはあのもう二度と聞かなくてもいいけど、うんうんうん、今までの音源を全部僕がつなぎ合わせた一番トモコにウケるやつを入れたカセットなんですよ。でもその当時の皆さんはベストなわけですもんね。そうです、そうです、うんうん、あの熊鉢の大群とかは入ってないよ、ね、ウケると思ってんでしょ。そうだ、ね、今この番組があったらもう笑ってたやらなかったけど、はい、その時まだ病気だから、はいはい、全然平気でカセット2本作りましたけどね。いやそれ、はい、素敵だよ。あそうですか、うん、だってだから本来だよ素敵、そんな皆さんはだって本来ならさ、どっちかってもう年齢的にもさ、はいはい、立場的にもそのエロ審査員側の方に回り、はい、エロ審ですよ、うん、感じじゃん、はい、ちょっと、はい、何キョン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 好きなの、うん、なんてそこで進めてもいいですよね、うん、そっちに行ってもいいんだけど、うん、それ同じ土俵に立って、はい、向きになって、はい、認めてもらえたなっていうのは、はい、皆さん素敵じゃないですか。あやった、また久しぶりね、その、ねうん、ちょっと童貞、うん、かなり童貞だよね、それは思い出したんですよ。まだくすぶってますよね。ほんで俺あの彼女たちがこうロングヘアでね、ロングでね、うん、もう理想のヘアなんですよ。そうだ、栗田ひどみ以来の真ん中分けの、はいはいはい、みんなそうだったんですよ、うん、可愛い子なんですよ、うん、もう今はみんな俺も年取ったし、あいつも年取ったけど、うん、もうかっこよかったからね、うん、そんな現役の姉ちゃん、ロック姉ちゃんに認めてもらうなんてっていう感じなんですよね、うんはい、嬉しかったんですよ、うんうん、それでまたいっぱい曲をまた作れるようになったんですよ。わかるわかる。女神が現れた。かわいいロック姉ちゃんっていなかったしね、それまで。いなかった、いなかったからね。あたいばっかだったからね、ロック姉ちゃんは。そうだったけど、その子たちはかわいかったからね。なるほど。はい。まあそんなことを言った後に、うん、次の曲、おごとっていうんだけど、おごとはあのおごとですか、滋賀県の、うん、台無し、今のいい話ちょっと我慢しててね、うん、これは、はいうん、僕と一緒に部屋住んでた、うん、鳥取くん、はいはい、有名な、ね、有名な鳥取くん、はい、鳥取くんが、はい、鳥取リーさん、はいはい、ずっと DT やってたんですよ、はいはい、キーポン DT だったから、はいはいはい、これはもうみんな僕らの友達も、うん参加しようと、うん、これを守っていこうと、うん、もう絶滅動物を守ろう、はいはいはい、絶滅で、うん、デッドデータアニマルねレッドゾーンアニマルを、うん、デッドゾーンじゃないデッドデータアニマルデータアニマル、はい、守っていこうということで、こう童貞を掃除すると、うんチンポの後ろのこの紐みたいなとこが切れて出血するとか痛い話をつけたって言うからいやもう皮が下までズルズルズルって抜けて筋が切れてえらい目にあったとか風俗行ったら全員病気もなったとかもうそんな話ばっかりで怖いなっていうのを植え付けてる30だよもう30言ったけど彼も30ですよで女も出血するけど男も出血するの知ってっかって言ったらって話になって俺なんてものすごい出た口だからぐらいもう怖い怖いってことにしとったんだけど多い方だったからね一つだけちょっとね欠点があって、うん、彼には、はい、酒飲むと調子いくぐっていう、はいはい、そこだけは会社に勤めたから、うん、目の届かないとこだったんですよ、うんはいはい、で社長に連れられて、うん、風俗行ったんですよでそこで、はいはい、バーンとこうそうしちゃった、はい、でちょっともうそうしたらちょっといい加減しろと、うん、大学の友達全員呼んで、うんはい、鳥取の話聞こうってことである聞く会話になった時に作った歌、うん、おごとでこれ鳥取さんなんだおごとに行ったのは歌ってんのも鳥取あそうだそうなんですか、うん、歌で表現しろと歌で表現あ、うん、なるほど作詞は多分俺が適当にしたんだと思うんで、うん、ノリノリで、うん、もうあの告白した後、はいうんよし大打編は歌だっていうことで「おごと」っていう曲をみんなで玉手の家で歌ったっていう録音ですね、なるほどこれ、はい、クリス的には作詞作曲三浦純ああ分かりました鳥取さん、うん、作曲が俺なのかどうか聞いてもらったら分かりますはいじゃあ鳥取さんとクレジットしましょうか、ね、いいですよ、はい、ボーカルは鳥取ですから、はいはい、じゃあ鳥取さんで聴いていただきたいと思います、鳥取さんで「おごと」Yeah.
やっぱりおそう。鳥さんフィーチャリング三浦淳、おごでおごとでございました。アホやろあんたら30過ぎてるんで31、31、30、ね、どういうことよ。嬉しかったんでしょうね。みんな嬉しかったんだね。みんな嬉しかったんですよ。それはキープしときたかった、天然記念物にしときたかったけど、まあ、しょうがないでしょ。今日は宴会だっていう時には歌が必要だろうっていうことで、ね、やっぱりこういう時にあのヌメヌメのテーマじゃないけど歌は必ず出るんですよね。出るね。出る出る出るね。出る。歌ってそういうもんだよね。そういうもんだよね。嬉しいこと、悲しいことがあった時にね。出るね。でまあ、あのその頃だけどツイストだけどね。もよいよな流行ってたんだろうね。そういうことに流行ってたんだろうね。まあ自分の切ない気持ちとか、嬉しい気持ちを伝えるのも歌の手法だけど、ソープで落とした時もやっぱり歌は出るよ。やっぱ出る、ね、出てると思うんだと思う。何か節目節目で人生の節目節目に歌がある。あるうまい。そういうことだね。はい。いい歌だね。いい歌だね。友達思いな気持ちが伝わってくるよね。温かい気持ちになりますよ。ぬめぬめよりは好感度高いですよ。まあいつまでも学生気分が抜けきらないまんまやってるって感じなんですよね。まんまやってるってことですね。はい、ということでございます、はい、じゃあ続いての曲いきたいと思います、はい、テレグラムゲロ。あ、はい、これはこれもなんか聞いたことある、まあ、これは大島渚でも、うん、入れたんですけども、はい、CD には入れたんですが、はい、それを作る前の曲だと思うんですよ、はい、でこれいろいろ平成元年いろんなそういう作りかけのやつばっかり入ってるやつで、はい、まだちゃんと曲になってるやつだけ今日お聞かせ、うん、してるだけのことなんで、はい、本編の CD とはだいぶ違ったと思います、うん、でテレグラムサムっていう、はい、T-Rex の、名曲がありました、はい、でこれを大島渚時代によくオープニングで演奏してたんですけど、うん、でそれをライブ終わってから見に来てくれた人が楽屋に来たりして、うん、あれ若い人なんですけど、うん、あれテレグラムサムに似てるんですけどってよく質問を受けてたんですよ。パクってますっていうことで、あまりにもそういうストレートにパクってますって言う大人がいなかったみたいで、うん、びっくりされて、うん、はあ、そうなんすかみたいな、うん、僕昔吉田拓郎さんという方に、はい、春だったねっていう曲、うん、ありますね、ね、あれ、はい、ボブ・ディランのメンフィス・ブルース・アゲインという曲にそっくりだったんですよ、うんうん、高校の時聴いてた時から似てんなと思ったんだけど、うん、一回言ってみようと思って初めてお会いした時に、うん、あれ似てましたよねって言ったら、うん、パクったからって言われた時にいい大人だなと思って、燃えよいい大人って感じがしたんですよ俺。なるほどね、うん、だからそんな大人になりたいなと思って作ったんだと思います、うん、そんな大人になりたいなと思ってパクってみた、はい、パクってみました、はいはい、じゃあ聞いていただきたいと思います。三浦淳でテレグラムゲロ。これね、今の司会は勝里です。勝か大島渚さん初ライブでクラブチッタでやったところ15人ぐらいしか人がいない演奏で、途中でベースの菊仁正彦が、ベースの弾き方が分からなくなってぶらり戦法っていうベースの音が一切なくなった。新しいバンドですよ。
いつもにロックンロールみたいな。リアル終わったな。はい、この大島渚ですね。そうですね、はい、大島渚でテレグラムゲットって、はい、これもまだ CD 出してない頃ですね、うん、はい、ベース弾いてたじゃん。ベースまだ聞こえてましたね。これ4曲ぐらいやったんだと思うんですけども、あとの2曲がすっかりベースの音もない、うん、もう東山高校でやってるような感じの状態なしたなのに、うん、いい言い方すると西大西京大西部高等の村八分みたいな匂いがするんだけど、はいはい、学園祭の匂いですね、よく言えばね、うんうん、まあ、ギターとキーボード頑張ってるよと、うん、そういう感じでしたよね。途中だいぶ疲れてたよね、ギター。だいぶ疲れてきましたよね。これもともとギターの人はもともとキーボードの人で、うん、無理やり弾いてるから疲れてきて、今は新しい映画サンダーバードの CG を今やっております。この人、はい、なるほど、はい、はい、ありましたね、はい、はい、で大島渚さんはテレグラムゲロでございます、はい、作曲三浦淳、はい、作曲三浦淳でございます、よろしくお願いします。次して若いという、うん、30にもなってまだ言うか。いやだからリハとか初めてね、そのスタジオとか入ってみたんですよ、うんうん、僕はスタジオなんて入ったことなかったですから、うん、貸しスタジオ。そうだよね、今は自宅が貸しスタジオでしたからね、はいはい、貝原くんの家かね、そうそう、人ん家か自分家でしたからスタジオは、うん、ちゃんとお金払って入ったとこに、うん、いろいろ曲をその時に作ったんだけど、うん、これは若いと、うん、しんどいっていうことで若いっていう曲にしたら、なるほど、うん、ちょっと早いから、うん、若いんじゃないのって誰かが言ったから若いっていう曲にしたやつで、なるほど、多分この曲も村八部かなんかのパクリだと思いますね。そうか、はい、これは、三浦淳個人名義。あ、もちろん作詞作曲三浦淳でございます、はい、まだそのもともとの CD ができるやつではないやつだと思いますけど、適当に歌ってるんだと思います。はい、はい、じゃあ聴いていきたいと思います、はい、三浦淳で若い。オンチューとか言ってて乗ってたよね、久しぶりに高校時代の感じを取りながら
何を言うてんねん多分詩がないんだよね、そう歌ってんだと思いますから、はい、多分この曲は、うん、鼻から提灯ぶら下げてっていう裏八分のインスパイアだと思いますね。まだ弾いてはるやん、その多分スタジオで適当にやってるやつを作品と呼んでるんでブートブートですよ、ブートだね、機嫌がいいときはこれが出た、ハイウェイなんだよね。三浦純で若いでございました。うんうんうん、なんかロックみたいなことをしたかったですね僕今までやってきたことはロックみたいなことはドラムが入ればロックだったけど、はい、今回はベースも入ってるし、エレキギターも入ってる、リードギターも入ってるし、こんな感じだろうと自分の頭の中で思ってるロックはこんな感じだったんですよね。ほんで言葉がよく聞こえなかったり、何歌ってるのかよく分かんない感じだったんでしょう。でも間前にベイビーと言うと、ハイウェイハイウェイとかね、ジャックジャックフラッシュとか言ってみたり、ロックってそんなんだろうっていうちょっとね、これは三浦さんが考えたロックっていうか、ロックってこんなもんでしょっていうので作った、高くくってるわけだね、高くくって、あのギターの人とかが、うん、割とこうあのロック好きだって言うんですよ、うん、リード弾いてる人が、うん、でよく聞くとこんなもんなんですよ、うんうん、だから僕はもっと言葉がこうグッとくるやつが詰めてるやつが したかったけど、うん、まあ、バンドって社会らしいですから、社会で、うん、あの俺のフレーズのこんな感じって言ってくるわけですよ、うんうん、あじゃあ分かった分かったっつって、うん、こんな頭悪そうな感じでしょって言ってくるあのハイウェイスターみたいなやつでしょ、僕いろいろいろんな時期あっていろんなハイウェイスターも作ってきたけど、うん、いろんな時期あるから作れるよロックみたいな、君が好きなっていう感じで、うん、なるほどね、ふーんって言って作ったあふーんって作ったロックってこれでしょ。そうだよね、もう10代にしてね、うん、ロンリーハイツライダーをハイウェイ歌ってた俺に今更ロックかいとそうそうそう言ってるわけですよなるほど、はい、俺はもっとこうビシッとしたね人生哲学が含まれたロックを歌いたいけど、ノラコーとかノラコーの口がでもやっぱ技術的にはそのあの若い人だってだんだん年取ってくると技術って上手くなるじゃないですか、うん、でもね
言ってることはね、うん、うまくなってないような気がするんですよ。そうだそう。あ、いいこと言ってる、うん、テクはね、うん、うまくなるけど、あのセンスとかそういう歌詞とかは、うん、やっぱ考えないと、うん、よく考えないと作れないんですよ、うんうん、だからそこはやっぱり僕の好きなボブ・ディラン先生は偉いなと思うのは、やっぱりそこら辺を今の立場で考えたことを詩にして歌ってるから、うん、ハイウェイスターとは違うって思って僕はディランが好きなんだけども、うん、まあバンドは社会だからそういうリクエストもあったから作ってやろうじゃないかっていう感じだったんですけどね。なるほどね、はい、うんうん、それと三浦さんの歌いたい歌っていうのはどういう。僕はあの次の曲のジェレミーとかそういうのが歌いたかった、あのめめしい歌。あ、これも名曲ですよね。うん、これ皆さんよく歌う曲ですよね。はいはい、ジェレミーでございます、ね。これなんかあの、うん、はい、映画のジェレミーを見て、そうなんですよ、うん、はい、ジェレミー多分世界一好きな男三浦さんだよね。僕さんこの映画何枚も持ってますし、あの文庫本も持ってます、うん、ジェレミーね。あれアーサー・バロン監督の、はい、ロビー・ベンソン主演、うん、彼女がグリース・オ・コーナーっていう、はい、彼女で、あの真ん中分けの曲の、ね、真ん中分けね。初めてメガネの、どの強いメガネの男の子が主人公の映画で、はい、うん、自分もどの強いメガネかけてたんで、うん、一つ上のお姉さんと恋に落ちて、うん、そしてあの発明クラブする日は、うん、暖炉の前で、はい、彼女の方から分厚いメガネを外してくれてキスをしてくれるんだよね、うんうん、もうグッときた、俺だと、これは俺だ、うん、This is me と This is me、 ジェレミーは俺だって思ったんですよね、うん、だからすごい、ね、うん、この映画をこれほど評価してる人も皆さんしかいないんだよ ね、 ね、もうこの20世紀シネマ館やっててさ、はい、ジェレミーの年でどうしようかなと思って、いやまだ悩んでんだけどね、入れて喜ぶの三浦さんだけだもんね。DVD 出てないんですよ、ビデオは出たんだけど DVD 出てない。出してほしいなジェレミーで、最後もほら泣けじゃないですか、空港のシーンとか、はい、もう青春の泣くツボ全部入ってる。三浦さんの泣くツボだよ、俺の泣くツボ。そうか、だからね、あのそうか、この話するの難しいな、まあいいや。いやでもすごくわかるんだよ、わかるんだよこれ。まあ、とりあえず聞いてもらえますか、ね、はいはいはい、まず聞いてからね、はい、はい、聞いてみましょう。三浦純でジェレミI'm not afraid to die.
三浦淳平成元年からジェレミーでございました、はいはい、とりあえずは最後はハウ出せて終わるんで ね、 そうなんですね全曲ねハウらせないと終われないんだよこのバンドねもう、うん、このギターの人が今一つ乗り気でなかったのは、うん、なんでなんだろうギターの人は何人か変わったんですよね一番初めはね、山崎雅義さんのとこの今社長やってんじゃないかなホカリっていう人がいてその人がギター弾いてたんですよでその次にキーボードの人がギター弾いててその次にメタルの人が一人入ってきていろんなメタルの人入ってきた時はだったんだ入りましたあの武道館でやった時はメタルの人であの腰に尻尾つけてましたからつけてんなと思いながらで俺がこういう曲こう、うん、こうシーンってして歌ってんだけど、うん、横でギュイーンギュイーンってやって、うん、ピックを飛ばすんだよね前のキャラクターに当たってんだ客席にバンバンすごく面白かったの見てて面白いなと思ってこれはだってメタルのソロ入れられる曲だもんね入れようと思ったよね、うん、あのキーンとした音がね入るやつなんだけど、うん、まああのこういうの書いたのももう自分が大人になってるわけですよ、うん、でやっぱりこう青春を思い返すにつけ、うん、ジェレミーという映画をよく見てたんですよビデオね、うん、分かりますで、はい、やっぱり自分とその青春の大きい違いは、うん割と自分はもう大人で自分の力でどうでもなるんですよ、うんうん、お金もまあまあ小金持ってるし、ねうんまあ、な割とどんなことでも割とどうにかなるんだけど、うんはい、若い頃のそのジェレミーが主人公の映画の切なさは、うん、自分の力ではどうしようもない大人の力が働いて別れ離れさせられたりするっていうことだなと思って、うん、あの曲を聴いた人はねこれ分かると思うんですよ、うんはいはい、これはジェレミーって映画をみんなが知ってるわけじゃないからねそうですね、はいはいうん、知らないと思いますね、うん、そっからタイトルは捉えてるんだということを、はいはいはい、知っていただければなとこの機会にありがとうございました、はいはい、ということでなんですけどね今回は三浦淳平成元年という、ね、アルバムを聴いていただきました、はい、次回まだまだ続きます、はい、風邪方向でございますどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、こんにちは三浦淳です。はい、どうもこんにちは森田忠です。なんと今回で34回目を迎えました三浦淳の風邪ホーク。この番組ですね、三浦淳が高校時代から制作しました400曲近くの楽曲を全作品解説入りで放送しようという壮大な番組でございます。はい。はい、まあもうそろそろ、はい、アルバムもなくなると言いつつも、ね、どんどん出てきますね、まだどんどん奥の出しでどんどん。